皆さんこんにちは、千里金蘭大学の生方と申します。今日はからお茶のお話をちょっとしばらく短い時間ですけどもさせていただきたいと思っております。今日は、ここに書きましたように、茶の湯の文化について、簡単に眺めてみましてから利休さんの逸話を通して、いわゆる侘び茶とは何かという話をちょっとさせていただきたいと思っております。さて日本の文化ということをよくいろんなところでお話をしておりますけれども、2つの特徴があるのですね。1つは日本の文化というのは、外来文化、これを、受け入れて日本独特の姿にしていくというのが一つ特徴です。これは本当に日本列島が、外来の文化を常に受け入れて、一見もう全く、オリジナルの姿と違った日本独自のものにしていくという、これはもう、先祖以来ずっとですね、日本の文化の中で連綿として続いております。時代時代にさまざまなものが伝承されてきて日本の変化を、文化を作ってきたわけですね。それからもう一点はですね、これは精神的なことに関わってきますけれども、技術から、日英というのが日本の文化のもう一つの特徴なんですね。いろいろな外来の新しい文物とともにさまざまな技術が入ってきますけれども、日本の場合はその中から、道の文化を生み出した、つまり、いいものを作る、あるいは技術を磨く、そういう中からそれぞれの仕事から何て言うんでしょう、もともとは仏道ですけども、一つ悟りの境地、あるいは技術を通して何か自分のものにしていくという、そういう、面白い、哲学的なというんでしょうかね、精神的な深みのある文化を作っていったのが日本の文化で、考えてみますとちょっと画面陰水になりますけれども、茶の湯の文化というのは大体お茶自体がですね、後で申しますけれども外来のものでございます。それから使っているお道具ですね、これも中国からやってきた、唐物、こういうものを中心に発達してきます。でそういう中から、日本独自の文化にしていったという意味では、茶の湯の文化というのは、外来文化の需要と変容という、こういう側面と、それから、利休やその前の女王などの時代に、精神文化にしていったという、こういう、技術から道へという、そういう側面も兼ね備えている意味で、独特のあるいは典型的な日本の文化と、言えるわけですね。大体お茶というのは中国の南方、ベトナムと中国の国境のあたりに少数民族の飲み物として、あったわけですね。椿花 の、大きな大木になるような、お茶の原木になります。でそこにちょうど紀元前後の頃に漢民族が勢力を広げていきまして、漢民族とお茶とが接することになったんですね。それが北上して中国の茶の湯の文化、こういうものを作り上げてきます。長い長い歴史があったわけですね。で日本にその茶がやってきたというのは、実は平安時代に一度来ていたんですね。茶にはいくつかの種類があります。もともと中国などで飲まれていたのは発酵茶、いわゆる紅茶の類ですね。発酵させてそのエッセンスを飲むという、でこういうお茶が実は8世紀の終わりから9世紀にかけて嵯峨天皇の頃に一度入ってきています。ところがこれは日本の文化に根付かなかったんですね。当時日本は中国大陸のさまざまな文化を取り入れていましたけれども、律令の体制やさまざまな日本ものを取り入れましたけれども、この発酵茶というのはどうも日本人の舌に合わなかったのか、なくなってしまいます。当時の漢詩集を見ますと、お茶を飲む、これは漢詩に出てきますけれども、そこで、漢詩を作るわけですね。それからもう一つは音楽を聴いています。つまり音楽とそれから漢詩、それからお茶を飲む、これが3点セットでどうもあったようなんですけれども、さあ漢詩を作るのは日本の文化に大変大きな影響を与えて、10世紀になりますとこれがひらがな化してですね、女流文学などこういうものが生まれてきて、物語の時代、あるいは和歌の時代、これが花開きます。音楽の方も仏教の方にも入っていきますし、日本の邦楽のルーツになっていくわけですね。ところがお茶はそこで、途切れるようにしてあまり飲まれなくなってしまいます。ところが平安時代が終わり、
源平の内乱、それから鎌倉の幕府の時代ですね、武家の時代に移っていくときにもう一回大きな文化の流れが日本に生じます。その中に中国の禅宗、これが日本に渡ってくるんですね。禅宗というのは、ある意味で仏教の先祖返りのようなもので、座禅の中から、悟りの境地をですね求めていこうと、こういう形ですね。平安時代は南蛮南部を唱えて、そして西方の浄土に往生したいという来世型の仏教が大変普及していきましたけれども、禅宗の方はですね、生きているその間にですね、厳しい修行の中から、一つ達観を得るというんでしょうか、仏陀の悟りを追体験するような、こういう厳しい、宗教なんですね。当然これは自給自足を、目標にしますから、茶もその修行の中で非常に必需品として、禅宗の文化の中に実はお茶の栽培から飲茶まで、そして飲む作法、こういったものもついてきてきたわけですね。そして、臨済の要塞禅寺、これが日本に茶の種を持ってきたと伝えられています。だから鎌倉時代からお茶が広がっていくんですね。このお茶は先ほどの発酵茶ではなくて非発酵茶、つまり茶を摘んでですね、熱処理をして発酵する前に、細かく砕いた茶葉を、半年ほど寝かして、それから粉にして飲むという、こういう飲み方ですね。これは緑茶と言いますけれども、葉っぱを食べているようなものでですね、カフェインの含量も多いでしょう。仏教の修行の中で眠気というのは大変な、敵ですので、これを追い払う大切な薬として、また大変な薬効効果もありますので、栄養補給、こういう飲み物にもなっていたわけですね。これが武家の時代に、鎌倉時代に大変普及して、そして今度は民間に広がっていって、なんて言うんでしょう、お茶の種類を飲み分ける、そういうゲームのようになっていくんですね。鎌倉の末から室町にかけては日本の文化は、ある意味でチームプレーというんですか、最近ワンチームという言葉が入りましたけれども、例えば和歌の世界ではレンガ、みんなが集まってレンガをする、演劇の世界では能や狂言、こういうところに観客も集まって一つ楽しむという、こういう文化の集団化というのが起こるんですね。でその中でお茶のいわば種類や、あるいは、グレードというんでしょうかね、そういうものを飲み分ける闘茶という、かけごとですけれども、これは大変一世風靡してきます。だから庶民、それから上流の人たちもこういう、お茶の文化というのは大変生活の中に入ってきたわけですね。でその中で室町の時代になってきますと、上層武家、こういう人たちが書院作りの立派な、館でですねお茶を飲む、これはいろんなお花やお香や盆石を飾ったりする、こういう文化とともに万能禅の中でお茶の文化というのは広がっていって、これが書院のお茶というんですね。書院作りの建物の中で、みんなでお茶を楽しむ。資料を見ますと、もう室町の頃には今の茶事の形式の、二段構えですね、初座と後座、こういう前半と後半、その間にちょっと休憩を入れると、こういう形がもう出来上がっていたようです。さあ、そうした書院の茶は使う道具は中国から、つまり宋、明、元と、中国の歴史が動いていきますけれども、中国の唐物、輸入品ですね、大変高価な輸入品、こういうものを使ったり、それから絵画、こういうものも入ってきますね。それから禅宗をもとにしますから、中国狙いお坊さんのそういう掛け軸、これを飾ったり、権力者が集めた美術品を楽しむという、こういうものも同時に行われていたわけですね。で庶民の間ではしかしなかなか、そういう、芸術的なものはなかなか生まれてきませんけれども、これが、応仁の乱、これが始まる頃ですね、そろそろ室町の体制も揺らぎ始めた頃に、お茶というのは、新しく勃興してくる、なんて言うんでしょう、黒人層、国の人の層と書きますけどね、黒人層
の人たちもお茶を始めます。彼らは上流武家に仕えて、そして上流のお茶を、まあ、眺めていますので、お手伝いもしなきゃならない、まあ、憧れますね。こういう上流の、まあ、人たちに、まあ使える黒人層の勃興してきた新しい武家、それから、当時は商業が発達しますので、商人たちですね、これがまたお茶を楽しみます。でこういう人たちのお茶というのが、まあ、吉政の時代、応仁の乱を挟む頃に、まあ形を整えてきて、そして応仁の乱から次の16世紀にかけて、まあ、奈良の村田志功という方がですね、このお茶というのをそういう階層の人に、まあ教える、そういう形になってきます。そうするとなかなか高価な、輸入品ではですね、手が届きません。国産愛用ということになるわけですね。そこで、和漢の境を紛らかすというこういう言葉が出てきますけれども、輸入品と、まあ、国産のですね、焼き物などこういうものの境、これを、まあ、紛らかす、つまり、一緒にしてしまうというような形で、まあ、あの一つ新しい茶の湯が生まれてくるんですね。でこれは一室でやりますので、草庵の茶と申します。でこういう草庵の茶というのが和び茶の源流になりますけれども、まあ、こういう、村田志功さんの、まあ、精神主義的なお茶というのが生まれてくるんですね。村田志功はあのその言葉の中にですね、いろんなことを言っていますけれども、まあ、心の師ですね、自分の心をコントロールする、そういう人間にお茶を通してならないかよ、とこういうことを言っているわけですね。でこういうことを言い出したのは村田志功さんが当時、まあ、禅宗の中で大徳寺を、まあ、再建したりした一休和尚ですね、これのお弟子さんで一人前だよという、まあ、認可を得たような、まあ方なんですね。だから禅宗の思想とその茶の湯というのが結びつきます。でこの流れが奈良から京都や、それから当時一番、まあ、自治都市として栄えていた堺の町に入ってくるわけですね。で堺の町に一休さんは3回ほど、普及に来ていますけれども、堺の商人たちもこれは貿易や、あるいはあの周りが戦争していますから、明日知れない生活をしています。でその中でいわば商人として生きていくというので、厳しいこの禅宗と非常に結びつくんですね。でこの堺の商人たちの、まあ、茶の湯というのが、まあ、村田志功の流れを受けて入ってきて、ちょうど村田志功が亡くなる年ぐらいに生まれた竹野女王という方がおられます。でこの竹野女王という方が利休の先生になるんですけれども、この方がですね、茶の湯を4畳半という、まあ、狭い空間の中で、狭いか広いかちょっとね、4畳半というのはある程度の広さがありますけれども、そこで、お客さんと一緒に茶を立てるという、こういうことを始めたわけですね。ここに4畳半の草庵の茶、これが、まあ、成立してくるわけですね。この時に使います道具というのが、まあ、いわば見立て、いわば信楽の鬼桶の、まあ水差しというのがありますけど、これは紺屋さん、つまり染料屋さんがですね、糸に染料をこう色をつけるためにですね、つけておく、そういう壺を水差しに使ったり、鶴瓶の井戸の鶴瓶ですね、これを、まあ、水差しに使ったり、こういう、まあ、掘り出しや、あるいは見立て、こういうものも取り入れてくるわけですね。そうすると先ほど申しました上流の書院の茶、これはですね、実はあの大きな邸宅の図面を見ていますと、お茶を立てる人は同房衆と申しましてね、藩僧藩族の、まあ、いわばサーバントです。召使いにあたる人ですね。でこれは別室でお茶を立てます。書院 の図面を見てみますと、茶立て所とか茶の湯所という、そういう今にいるところの水屋にあたるものがありますけど、これはお客さんからあまり見えないところに配置されてるんですね。そしてお客さんは彼らが運んでくるお茶、これを飲むことになります。つまり立てる人と飲む人は別室で、身分の違いがそこに歴然としてあるというのが書院の茶なんですね。ところが商人やあるいは信仰の武家が4畳半で、まあ、いわばいろんな、商売の話もしたでしょうけども、お茶を飲むと、これは立てる人と飲む人が同じ場所で飲むという、こういう新しい形が生まれてくるんですね。こういう2つの茶の湯が
山、まあ、流れていたというのが堺の町の、まあ、16世紀の半ばぐらいで、この竹野女王のお弟子さんが利休さんなんですね。で利休は、まあ、その後信長が入ってきます、信長の茶道として、まあ、十数年ですね、使えます。それから信長が本能寺で倒れた時、この後秀吉が天下を取ってきますね。でこの時に利休さんはですね、秀吉の側近として大変な仕事をしていきます。でなんで利休がこんなに秀吉に、まあ、近づいて、あるいは秀吉が近づいてきたというかというと、実は信長時代に、実は信長の家来衆であった新しい家来ですね、摂津の国の信仰武家たち、これ下克上の人たちです。一番有名なのは荒木村重、こういうのがいますね。これは信長に最後反抗をして滅ぼされまして逃げていきますね。それから高山右近、これもあの高槻で大変なあの、武将として成長していきますね。でこういう下克上を生きた人たちが信長の家来になるとですね、信長の時代というのは秩序ができてきますので、大変厳しい閉塞感があります。でこの中で一つ利休の茶に招かれた時に、利休は茶の湯に身分の違いなのはないんだよという、こういうことを教えてくれますし、それから信長が集めたような室町の名物類ですね、これはなかなか手が出ません、でも君たちがいわば掘り出したり見立てたものでも名物以上のものがあるんだよということを教えてくれます。いわばこれは私は文化の下克上と申してますけれども、こういうものに、まあ、いわば信長の武家家来たちですね、特に摂津を中心にした近畿の武将たちは、まあ、目から鱗体験をさせられながら師弟関係ができていたんですね。でこの信長の家来だった摂津のいわば武家たちが、あの本能寺の変でいわば動かなかったですね。で最後郊外市で山崎まで秀吉が大急ぎで帰ってきた時に、その直前なんですけれども、実は尼崎でこういう武将が合流してるんですね。これが利休の弟子衆たちなんです。ですから秀吉にとっては、まあ、側近としてそばにですね、まあ、いわばこれから秀吉の軍事力の中核を担うような近畿の武将、これの心を握った利休さんが必要になってくると、こういう一つの政治的な関係も生まれてきてたんですね。でそういう利休さんのお茶のいわば面白さ、人間の面白さを伝える逸話が、だからこういう弟子衆あるいは家族たちにやっぱ語り継がれます。利休は、まあ、残念なことに、1591年天正の19年2月にですね、まあ、切腹という悲劇を迎えますけれども、利休の死後しばらくの間は、まあ、利休がという言葉もですね、なかなか使いにくい、秀吉さんぐらいですね、亡くなるまであと7年間ぐらい利休という言葉を使うのは秀吉さんぐらいですけれども、秀吉の死後ですね、再び利休のいわば遺徳がみんなに思い出されて、そして、まあ、娘婿、そして孫、こういう人たちがいわば戦況を復興してきたわけですね。だから利休の侘び茶というのはなかなか面白いもので、今日は、まあ、そういうものがどういうものであったのかというのを逸話の中からちょっとお話を、まあ、していきたいと思うんですね。で利休さんのさまざまなお話は弟子衆が語ったものがあります。特に細川三斎などはだいぶおしゃべりだったようでですね、いろいろなことを語り残しています。でも利休さんにはいわば娘婿2代目ですね、松庵さんというのがいつもそばに仕えていました。で松庵が一生懸命利休の詫びを学んでいたわけですね。そして子供の利休にとっては孫ですね、三千家を生み出す宗旦さん、これに利休の話を語っていたようです。で江戸時代に入りまして、まあ、しばらくの間は千家は特に宗旦さんは長い病気がありましたので、まあ、お茶を詫びを復活するのにだいぶ時間がかかりましたが、まあ、宗旦さんの晩年ですね、詫びが復活してきて、そしていろいろな人がお茶を、まあ、楽しむようになります。そして江戸時代のお茶になってきたんですね。そして元禄の頃、ちょうど利休が亡くなって100年近く
した頃に再び利休回帰の流れがありますけれども、元禄の頃というのはバブルなんですね。で、町人たちがお茶を始めますと、もう勝手なことをどんどんやり始めたり、まあ、派手になったりするんですね。で、そういうものをちょっと戒めないかなという気持ちも生まれてきたんでしょう。利休の逸話集として出版物になって、江戸時代最初に出たのが、まあ、ここにちょっと書いておりますが、茶は四月集という、まあ、逸話集なんですね。で、この茶は四月集というのは利休の孫の宗旦さんが、まあ、普段、お茶のお話をしたりしていたのをお弟子さんがいるんですね。皇帝の藤村養賢という、これも有名な養賢流というのが現在も残っていますけれども、藤村養賢という方が、まあ、それをメモしていたんですね、日頃から。この藤村養賢という方は実は千家の親戚筋にあたります。ややこしい話ですけれども、利休さんの妹にあたる人が嫁いだ、まあ、滋賀の出身で佐々木一族の中でですね、久田家というのがあったんですね。今もこの久田さんのお宅は千家の非常に重要な、まあ、宗匠としての家として続いていますけれども、この久田家の、ご先祖に、まあ、嫁に行ったと、まあ、そう伝えられているんですね。で、この久田家の利休の、まあ、いわばお一個にあたりましょうけれども、初代にあたります久田宗英という方がおられますけれども、これは、まあ、藤村養賢にとってはいわばお父さんにあたるわけですね。この家系についてはちょっと諸説がありますけれども、この方のお母さんはだから利休の妹として伝えられているわけですね。そして二代目の久田宗理という人が出てきますが、これは、利休の孫の宗旦さんの娘さんの呉という方を、まあ、お嫁さんにしてるんですね。この久田宗理の弟が藤村養賢にあたるんですね。で、藤村養賢というのはなんで藤村という名前かというと、もちろん養子に出てるわけですね。江戸時代は家督を継ぐのは長男だけですので、次男以下はいいところにこう養子に出たりします。この藤村家は伊勢の藤堂家、この藤堂藩というんでしょうかね、これの御用達の呉服屋さんでもあったんですね。で、ちょうど彼が若い時は宗旦さんがちょっと病気の時代ですから、まあ、いろいろな大名茶の流れのお茶も、まあ、今学んでいたようですけれども、晩年また宗旦の弟子として宗旦の教えを、まあ、こうことになったわけですね。非常に熱心な方で、一生懸命宗旦の日頃の語りをメモしていたと。で、この藤村養賢という方は一方では有名なんですよ。漢詩あるいは儒学、こういうもののですね、当時の、まあ、言えば、大変な学者さんでもあったんですね。その娘の子に久住宗庵という、これも茶人ですが学者さんです。これがいてですね、義理のお父さんが書き残したこのものをまとめて、それにちょっと中を入れたりしてですね、そして出版物として出したのが茶は四月集という。だからこれは千家の中で語り継がれた、まあ、いわば利休さんの逸話が中心になりますので、なかなか、まあ、伝承としても重要なものになってくるんですね。そのまず、序文をですね、最初さっと読んでおきましょう。ここにプリントを挙げております。またデータで画面には出していただけるかと思いますけれども、ゆっくり読んでみますと、本朝茶礼の行われること久し、つまり日本ではお茶の、まあ、儀式ですね、そういうことがずっと、まあ、儀礼が伝わってくるのは長い時間があったというわけですね。象将校喜山校、これが足利義政です。この足利義政には先ほど申しましたけれども、同房衆というのがついてるんですね。輸入品を鑑定したりですね、ああいい仕事してるねとか言いながらですね、ランク付けしたり値段付けをしたり、あるいは絵画を鑑定したり、こういう人がいるんですね。で、これがお茶の世話をします。この、まあ書院の殿中の飾りを、まあ、いわば大成したのが能阿弥というんですね。
で、この野上さん、これがですね、神王と呼ばれますが、神王が伝を得た前師よりこの方というのは、野上の、伝えを、マスターされはってからということですね、吉政が。それから村田主公、そして女王に、その流れが伝わって利休で大成したものであるという文章になっているんですね。で、中国には利空とかあるいは露道、こういう、文人たちがいてですね、非常にたしなんだ人もいるけれども、日本のように、きちんとしたですね、儀礼になっていくようなお茶、こういうのはですね、あまりなかったと。日本もそれから外来文化を独自のものにしていたということですね。そして今江戸時代になって平和の時代で盛んになっていると。で、しかしところがこの元禄の頃ですね、茶道の昇殿を図るに、その支流いずれかを是とし、いずれかを非とせん、つまりお茶の流れが乱れてきたっていうんですね。特に元禄ですから大変な、お茶の現状があったんですね。これまたいつかお話したいと思いますけれども、で、近くはですね、ただ利休さんの孫、この千の宗旦という人がいて、生涯、二門にあるいは迷路に走らずと、つまり、権力者に仕えたりあるいは名声を求めたりしなかったと。彼は、骨敷宗旦と呼ばれて、生涯誰にも仕えなかった。非常に経済的にはしんどい身をしながら茶の湯を守ったんですね。で、常に総連を垂れて生身を甘なうこと、部屋の奥でですね、非常にこのお茶を一人楽しんだ。すでに70年以上経っていると。雪の朝や月の、夕べですね、今日がちょっとこう尽きた時には友達を招いて、そして今日が尽きた時には一人で座禅をしていた。この宗旦という人は利休が説得した時14歳なんですね。で、どこにいたかというと、少年の頃から利休さんとも親しかった春吾豪商という大徳寺の瞑想のもとで修行していたんですね。 ですから彼は禅が精神の根本にあります。で、たまたまお茶というのはどういうものでしょうかという人がいたら、彼は次のように答えたって言うんですね。本来禅によるがゆえに、さらに示すべき道もなし。禅宗では不流文字、文字を立てないということを言いますけれども、もともと禅人お茶は禅から来ているんだから、そういう示すべき言葉というのは特にないんだと。ただ私の平勢語り伝えている昔の人の茶の逸話をですね、それでもって目標にすればおのずから、悟れるであろう、こう、返事をしたっていうんですね。例えばこれは女王さんがお茶について、非常にこの、なんていうか覚醒したっていうのは、利休の先生の女王さんは実は若い頃京都でですね、三条西実孝という大変な偉い学者さんから和歌を習ってたんですね。その時の故事をちょっと惹かれるんですけども、かの京極の肛門、これ藤原定家のことです。彼はこういうふうな言葉を残してるんですね。和歌には師匠がないと、ただ古い歌を持って先生としたらよろしいと。そうおっしゃったのも、これは、それぞれ和歌の道、お茶の道が違うけれども同じことなんだって言うんですね。そしてここに藤村陽賢という方がいて、年来宗旦さんのところが稽古に行ってですね、宗旦が語っている、逸話をおのずからですね、宗旦から口伝えで、伝えられていたっていうんですね。で、この書物の編者の久住宗庵という陽賢さんの娘婿にあたりますけれども、この方も実は宗旦さんの最晩年のいわば弟子なんですね。世も私もですね、赤かりしとき王の茶席に連なると、私も宗旦さんの、茶席に連なっていたと。よって日の戸の牛の年ですね、その年の秋、これ元禄10年です、1697年ですね。一人の若い人が久住宗庵のもとにやってきて、そして、
ずっとメモしていたおやつさんのですね、宗旦さんの語りをですね、どうも持って帰ってしまいよったと。これが出版社の人なんですね。今と一緒です。私の家にもよく来られますけれども、原稿は何ですかとかね、こういうこと言われますけれども、この、方がですね、それを出版したと。だからやっぱりその同じようにお茶に向かっている人がいてですね、この逸話を伝えてですね、そして、内容の趣、つまり趣旨をですね、体得すれば利休さん、そして松庵、宗旦、こうつながってきた侘び茶のですね、木曜、四月ですね、月を指さすということですね、これが自然と、導いてくれるであろうという序文なんですね。ですから元禄の10年にこの書物は編集されて、出版される予定だったんですね。ところが出版されたのはあと3年たった元禄13年の頃なんですね。なぜかというと、実はこの頃、最初にこの本文を、メモしていた宗旦さんのお弟子さんの藤村陽健さん、これが病気になられてるんですね。おそらくそれが亡くなってそれから出版したというちょっと3年間の、タイムラグがありますけれども、これが何度も何度も、版を重ねて、利休の逸話を普及する大きな形になったんですね。それは当時町人たちが、我が門派が勝手にですね、いろいろな派手なお茶をしていた、そういうものをちょっと正すような意味もあったわけなんですね。で、今日はその中で利休さんの逸話の中で、作為を嫌う利休はですね、わざわざ何かの、もったいぶってものを取り作ったりすることを嫌ったんですね。そのお話をちょっと2つほど紹介しておきたいと思います。一つは、ちょっとここに挙げておりますけれども、私名付けてそのままの美学というんですね。で、そのままという言葉がね、実はこの四月集には何度も出てくるんです。利休の言葉でも出てきますし、宗旦の言葉でも出てきます。これはこれを変者の楠見宗旦という人が若い頃ですね、庭の掃除をしていたら宗旦がやってきてですね、本来お茶事をする時には庭をきれいに掃除しますけども、ある時彼のそばへ、掃除している彼のそばへやってきて、そこの蜘蛛の巣はもうそのままにしておきなさいってこう言うんですね。これが非常に印象に残ってちょっと書き残したりもしています。で、物を自然のままに置いておくというこういう考え方なんですね。そのちょっと典型的な短い段がありますので、ちょっとまず紹介しておきましょう。まず読んでみますと、本文ね、旧蝶子鉢の前の捨て石はという文章から始まります。蝶子鉢というのは、ご覧のようにお茶室に入る前に手と口をゆすぐ、そういう鉢ですね。上はこれは龍安寺のものですね。これここ四角になってるでしょ。上に合って書いてあります。そうすると合と口で割れですね。さあ、これ口と口は古鳥です。ただそれから口と次は下にこう足が書いてある樽ということですね。で、こっちは汁、血の辺が書いてあって、口で我ただ知ることを足るのみと、つまりこういう教えが実は表現されてるんですね。これもなかなか禅宗の面白いところで、龍安寺などに行かれましてちょっとご覧になられましたら、ちょっとこういうものを勉強になりますね。それから下は、これは今の表千家にあります。ちょっと写真が、暗くて見にくいですけれども、つくばいです。もうこれは苔むしで、これもお茶室に入る前には手と口をゆすごうと、これ神社に参るのと一緒なんですね。清めなんですね。それからにじり口をくぐりますね。で、日本人はね、この小さいところを穴を通ると別世界に行くというこういう考え方がありますのでね、利休はにじり口を設けて、まず体と口を清めてから、入りなさいと、茶室は聖域ですよというこういう考え方を教えてるんですね。で、この蝶子鉢の前は水が跳ねてはいけませんので、そうですね、ソフトボールぐらいの石がこう置かれています。で、これがだんだん派手になりますとですね、
その下に水がポトンポトンと落ちるようにして紙を置いてキンキンという音まで聞こえるようなこういうあの室内ができてきますけれども、まあ、そこまではちょっとやらなくていいわけですね。水が本来はこれ跳ねないように、裾を濡らさないようにというこういう工夫でちょっと距離を置いてですねこういう石を、まあ、入れています。これをゴロタ石とかあるいは捨て石っていうんですね。だから手水鉢の前の捨て石というのはどうやって置いたらいいかというわけですね。面白いこと言ってるんです。これいろんなの茶書に語られますけども、下人が目を塞がせ、つまり、まあ、家に仕えている庭を、まあ、担当するような下人ですね、召使いのような人たちですけど、これに目を塞がせて目つぶってですね、そしてゴロタ、これが丸いこの石ですね、捨て石、これを物に入れて、重いと思いますよ、それをカラリッと捨てさせて転がせてということですね。で外へ転びたのをちょっとだけ杖でこう掘り込んでですね直させて、そしてそのまま屋外をした、ここにそのままという言葉が出てくるんですね。わざと捨てれば足という、わざと、まあ、配置すると良くないっていうんですね。こういう人工的な、まあ、いわばなんて言うんでしょう、美しさを求めて石までですねちゃんとわざと配置するのは良くないよ、もうそこでカラカラッと放り捨ててそのままにしておけばいいんだというのが一つ、まあ手水鉢の前の石の置き方ということで伝えてるんですね。確かにその通りなんですね。一生懸命なんて言うんでしょう、工夫してですねあれこれあれこれをするとかえるでおかしなことになってきますね。私たちも例えば皆様も絵を描いていて、小学校の時なんか絵の具で描かれた覚えがあると思いますけれども、絵など描いていったらどこでやめるかというのは難しいですね。もうちょっとこう筆を加えたいなと思って加えすぎるとあれやと思ってしまいますね。いいとこでやめといたらいいなというの、まあ、そのままにしておくというこういう一つの美学ですね。これは力は非常に大切にしていたんですね。さあ今日はもう一つちょっと面白いそういうわざと物を付け加える、これは利休が非常に嫌った話ですね。これをちょっと、一つまた、鑑賞しておきたいと思うんですね。これは利休さんのお友達に、わび茶いわば、をしている田舎の一人のお友達がいたんですね。で面白いことにこの和美という言い方で呼ばれる茶人というのが何人もいるんですね。でこれは利休の弟子の山の上の掃除という方が山の上の掃除記というのを書いていますけど、その中でこの和美ということをうまく表現しています。今風に言うと和美茶人というのは実は名物を持たない人なんですね。つまり日常手の届く範囲で、まあ、いわばお茶を楽しむ、お茶の世界というのはね昭和40年代から50年代大変な人口が増えてきました。今はもうその半分ぐらいに減ってきていると思います。非常に厳しい伝統文化の時代になっていますけれども、まあ、非常に流星の時代にいろいろなものをいわば作ってしまうんですね。つまりいい面もあるけども悪い面もある。この悪い面ではですねちょっとこのお茶というのは高級なもんだと、なんていうんですか今風に言うと敷居が高い、こういう文化にイメージを作ってしまった一面があるんですね。だから例えばそうですね、次回ちょっとお茶の会で釜をかけていただけませんかなどと先生に頼むとですねもう困らはるわけですね。いや皆さん来られるけどもいいお道具が持ってないということになりますね。これではいけないんですね。自分の手の届く範囲で自分が一番使いたいという道具を、まあ、いわば出してみる、これは勇気のいることですけれどもこれからのお茶には必要なんですね。でこういう、まあ、名物を当時から持たない人たちを詫びと呼んだんですね。でこの段は森口というところに一人の詫びありという言葉でスタートします。だからこの森口というのは森と口が書いてありますけれどもこの今の京阪沿線の森口ですね。利休さんは京都と大阪、大阪城と京都何度も移動していますからしょっちゅう通ってたんでしょう。
一泊する時などあるいは、友人のとこに泊まったかありません。利休の、まあ、商人でしょうけどもね、森口のあたりに一人の、まあ、いわば詫びた人がいたと。で、利休と知る人なりければ、利休と知り合いの人だったので、私たちは堺の町を自治都市だったとこういうふうにして、よく言いますけれども、近畿にはいろいろなこういう町は商人たちが自治をして、大変な商売をしていたんですね。多分この人も商人だと思いますけれども、利休と知る人知り合いなので、いつぞ茶を食べんと訳す、まあ、いつぞ茶というのはね、飲むと言うんですけど、まあ、当時は食べるというんですね。一回お前のところで一品お茶を呼ばれようとこう約束をしていたというんですね。ある冬の頃、さあある年の冬、利休さんは大阪から京へ登るに、さあ京都から大阪へ来るにはこの淀川を船で下れますけれども、行くときは大変でしょうね。京都の方が、逆流ですから船では行きにくいでしょう。登っていってちょうど例の森内あたりを通過するわけですね。かの詫びを志し、さあ京都へ、まあ、上洛するときに、その一回お前ところでお茶をいただこうと約束していたこの詫び茶人のところへ、まあ、向かってですね、夜深に入れて訪ねたれば、まあ、夜非常にちょっと遅くなったけれども、そこへや、まあ、訪れたんですね。さあ亭主喜び迎えですね。多分この話は大阪から京都へ行く時ですから、もうあの秀吉に仕えていたのかもわかりません、あるいは信長時代かもわかりませんが、まあ、天下の宗匠としてですね、まあ、後々天正13年から利休5時になるぐらいですから、大変な、まあ、茶人ですね。それが来てくれたってわけですね。皆さんも家にですね、大変なスターが来たら、どないします大変なことになりますね。突然来たとなると、これは富士の客、風というのはあの、否定の風ですね。字は時と言います。富士の客と言います。これ約束して伊豆に突然来ることですね。富士の客として利休がやってきたんですね。亭主は舞い上がったと思います。喜び迎えた。うちにいると利休も丁寧に入ったというんですね。さあそれほどその名物を持つような豪商ではないでしょうし、森内というちょっとまあね、京都と大阪の真ん中あたりのそういうところの村の、まあ、人です。住まい意図を詫びて心にかなうと、丁寧な様子を見るとそんな派手なこともなくですね、利休さんのまあ美意識と非常にこうかなうような大変詫びた風情の館で、利休の心に非常にかなったというんですね。利休はああいう大きやなと思いながら茶室に入っていったんでしょう。さあ茶室か、あるいはまた待合とも分かりません。部屋の中で待っていますと、大体部屋には窓がありますね。窓のもとに人の大人いしけるを見れば、さあ利休がちょっとこう控えていますと、窓のあたりで人がどうもやってくるようなそういう感じがしたっていうんですね。パッとこう窓の隙間から覗いてみたんでしょうね。亭主安頓に竹竿を持ち添えて、さあ庭をですね、亭主が安頓を、まあ、これくらいですから足元危ないですから、まあ、通しながら、なんか竹竿を持ってですね、そして柚子の木の下に安頓を下ろし、まあ、庭には柚子があったんでしょうね。冬の頃ですから、まあ、そろそろ柚子が黄色く、実る頃なのか分かりません。この木の下に安頓を下ろして竿でこの柚子をですね、2つほど、2つばかり取って内に入れると、丁寧に入っていたと。これは急に来たお客さんですね、まずお料理を出さなきゃいけません。この時庭の、まあ、柚子を使ってですね、多分なんか料理をしてくれるんだろうと、まあ、あり合わせのもので非常にあの気の利いた、いわば何て言うんでしょう、もてなしだなと思って利休は非常に喜んでたんですね。旧内見るより、さあ旧はちょっとその様子を見てからすぐに、これを一種の調剤にしつるよ、この柚子を、まあ、いわば一つおかずのですね、材料にしてくれるんだなとこう思ってですね、詫びのもてなしひときわ面白く思う。詫びの、まあ、詫びとおもてなしですね、これはもう贅沢なものを出さずにあり合わせのもので、これは利休さんの時代はね、一汁三菜ですね。武家たちはね、これはあの
大名のご飯ですからね、これはすごい豪華だったんですね。1の膳、2の膳、3の膳、まあ、ひどい時は7の膳まで出たんですよ。これはもう完全に食べる料理ではないですね。もう見る料理です。でこういう派手なものじゃなくって一汁三菜にしてしまおうという、まあ、こういうのが利休の懐石のスタートなんですね。画期的なものだったんですよ、これはね。でこういう、まあ、利休の考え方と非常にこの、まあ、あったもてなしだなと思って喜んでいたんですね。大きな大名たちは本膳料理っていうんですね。本膳料理というのは今申しました1の膳、2の膳、3の膳で大変長い時間を使って料理を楽しむんですね。こういう豪華なもんじゃありません。ですからこの和美茶人も庭にある、まあ、柚子をちょっと萌いでですね、そして今からちょっと用意しようと、でそう喜んでいたところ、案のごとく思っていた通り柚子を、まあ、味噌にしたためて言い出すと、まあ最初にお盆が、お膳が運ばれてきました。そうするとそこにちょっと味噌にですね、柚子味噌にして出してくれたっていうんですね。これはありがたいことですね。私たちお茶というのはお菓子とお茶を飲むだけだとつい思いますけど、実は人を迎える時のお茶というのはまず正午のお茶というのが、まあ、スタンダードですね、自分時ですのでまずは懐石をということでお料理を出すんですよ。お酒も出ます。中にはですね、お茶は硬いもんだと思っていてですね、嫌がってたら、初めてその茶事に行ったらですね、酒が出たというので、それを喜んで、そこから大茶事になった人もおられるんですよ。私の知り合いで山形でも亡くなられた方ですけれども、山形には芭蕉の山寺というのがありますね。その向かいに大変立派な茶室があります。それを作られた、助役をなさってた方でね、学校経営などもなさってた方ですけども、大変な茶人です。これが助役だったんで、町のですね、代理で茶会によく行かされて嫌だなと思ってたら、なんとまあお料理と酒が出たというので、そこから茶事になっていかれた、こういう方もおられるんですね。まず最初、お湯を沸かしている間にご飯を食べるということですね。でこれをちょっとお腹を膨らましておくと、でちょっとついでに言っておきますと、最後はお菓子が出ます。でお菓子をいただいて一旦庭に出るんですね。今でも最後にケーキが出たりしますね。これと同じことですね。でまずそのお盆に持ってきたらちゃんと柚子味噌にしたためていた。さあその次、亭主は酒一献過ぎてですから、酒をまずこう注いでですね、ちょっといっぱい飲んで、さあここからが突然話が展開するんですね。亭主が突然言い出します。大阪よりさあ、まあ到来すとで、ちょうど利休さん今大阪から届いたんですと言って、ふくらかなるかまぼこを出したって言うんですね。私たちかまぼこっていうのは大したことはないなと思いますけれども、当時はですね最高の食べ物なんですよ。まあ、神戸牛の、ね、A の何個とかね、いうの最高の食べ物なんです。高価なものなんです。これをですねちょうど大阪から来ましたというので出したんですね。それまではあり合わせの本当に利休の考え方と、まあ、会うわびたもてなしだったんですけど、突然、まあ、今風に言うと豪華なステーキが出たということですね。そこで利休ははっと気がついたんですね。さては呼べより知らするものありて、さてはわしが、まあ今日の夜ですねこの森内を通るということを知っていてですね、知らせるものがいて、さあ魚も整えていたのかということになりますね。こういうかまぼこもですねちゃんと準備しておったのか、これは利休にとっては必要以上のおもてなしになってしまうんですね。突然やってきてくれた人にはありわせのもので十分だというのに、豪華なものを準備していた。でこれで彼は初めわざとならぬ丁寧に見せつるは、初めですねふっと利休さんが、まあ、光の間で待っていたら庭を通ってですね柚子を蒸してそして戻っていくという、あれが演出だったということが分かったんですね。作り物よと、ああいう風に見せたのはあいつの作り物かいということでがっかりしてしまったんですね。今日が冷めてしまって、そして
とうとう酒いまだ半ばなる、酒がまだ途中なのにということですね。料理も終わらないの。利休さんは今日に用事あれば分かるとで、今日とに用事があるので出かけると言って、これは亭主にとってはその意味がまだ分かっていませんから、大変なことになりますね。お客さん急に腹立って帰ってくるような様子で、何度も何度もいかにとむれども聞きも入れず登りのと、全く何度も何度も、いや、それもうちょっと待ってください、ご飯だけでもって言ってね、まあ、それを引っ張ってもですね、いやいいということで利休さんが怒って帰ってしまう、あ、京都行っちゃったって言うんですね。さあ、この話に教訓がついてるんですね。されば詫びては愛愛たりと、つまり詫びのもてなしには一見似ていたとしても、いわば逃げなきものは、つまり似合わないものは出さぬが良きなりと、つまりそこに似合わないものをプラスする必要はないんだと、こういう教えですね。これわざとするよりもそのままにしておけばよかったという、こういう教えですね。詫び茶というのは、そういう、私よく分かりやすい言葉で言うんですけども、自分の手の届く範囲、これでやるのがお茶で、利休の精神というのは、まあ、いわばそういうところに実はあるんですね。利休は権力者の横で彼らの儀礼の豪華なお茶、こういうものも演出しますけど、彼は求めるところはこの詫び、そして小さな空間で身分も声、そして自分たちのいわば美意識ですね、そういうものをお互いに交わし合える、こういう空間を求めていて、ちょっと現在でもなかなか利休さんはの教えとはちょっと反対のですね、高価なあるいは豪華な、こういう、まあ、茶会、こういうのがだいぶ大きくなって敷居が高くなってきていますけれども、日本の文化としてですね、茶の湯というのはこういう詫び、これ非常に重要な位置にあるかと思うんですね。最後に一言付け加えておきますと、こういう、詫び茶人とのやり取りの中でね、面白い話もあるんですよ。ある名物を持っていない詫び茶人がですね、利休さんに何でもよろしいからこのお金で何か道具を買ってくださいって渡すんですね。まあ、相当の金額を渡したんでしょう。そうすると利休さんはですね、ある日荷物を届けるんですね。さあ何が来たかというと、白い布、いわば茶巾に使う白い布ですね、これを思い切り送ってきはったんですね。でその中にピシャッと手紙が入っていてですね、詫びは何でもきれいに清潔にしていたらできるもんだよと、茶巾一つあればできるんだという、これをピシャッと教えたんですね。こんなちょっとした、あ、一見意地悪にも似たような話ですけれども、これが現在伝わっているというのは、それをいわばそれで叱られたというんですかね、そう、詫び茶人がまずこの伝承のいわば始まりだと思いますから、それなりにやっぱりその意味を理解したんでしょう。茶器一つあればですね、茶ができる、これはまさに尊い教えで、利休の求める茶の湯というのは、こういういわば豪華な、あるいは物を付け足していく、いわば付け足しの美学ではなくてですね、なくて、いわばマイナスの美学というんですか、省略していく、そういう美しさ、それからそこで生まれる、まあ、いわば面白さ、こういうものが茶の湯の、まあ、いわば楽しみなんですね。次回はですね、お茶の実際の姿や、あるいはちょっとお道具なども踏まえながら、この茶は四月集、非常に面白い、文学としても面白い、こういうものです。まあ、文学としてなかなかこういう茶の湯の逸話、茶話って言いますけどもね、これはまだ評価も何もされていませんけれども、なかなか読んでみて、文学的にも非常に面白い説話集の流れを組んだものにも位置づけられると思いますので、また時間ございましたらですね、続けてまたお話をしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。